ケープエスペランスはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の34番艦。艦名はガダルカナル島のエスペランス岬にちなんで命名された。当初はタナネクウェの艦名であったが、1943年11月6日にケープエスペランスに改名される。海事委任契約の元アシントン州バンクーバーのカイザー・アーゾー戦手で寄港し、 1944年3月3日に WM マクディートジ人によって浸水する。1944年4月9日に海軍に引き渡され、同日 RW ベキ級ス艦長の指揮下収益する。ケープエスペランスは太平洋艦隊に配属され、1944年5月26日から9月20日の間に西海岸から 南太平洋の前線基地へ2度の輸送任務を行う。新たな航空機を運搬し、キロは損傷した航空機を輸送した。その後戦闘準備が完了した航空機を満載し、ケープエスペランスは10月5日にサンフランシスコを出港、11月2日に第30.8任務軍に合流し、レーテ島、ルソン島に攻撃を行う第3艦隊の支援にあたる。 12月17日朝、第30.8、14任務隊機関であった、ケープエスペランスは、コブラ台風の激しい風雨に叩かれ続け、やがて全ての護衛空母は悪天候で航行が困難となった。第38任務部隊司令官、ジョン・エス・マケ・インシニア中将は、ネヘンタ・ベイのホーレスエーバターフィールド艦長に、全護衛空母の指揮を異常させた。9時41分頃には、 ケープエスペランスは火事の故障を通報した。ケープエスペランスでは事前に横転を防ぐあらゆる対策を打った。航空機は飛行看板上に片いましされ、全部エレベーターは下げられて乗員は下限に集まるよう指示されたが、傾斜はしばしば39度に達し、飛行看板上の航空機が動きなし一機が右舷全部煙突上で止まって炎上したが、 火災は暴風により飛ばされた海水によって消えた。また、ケープエスペランスは12時28分に格納庫甲板での火災発生を、その7分後に火災消火の報告をしている。飛行甲板上の航空機の大半は落下したが、これによって重量物が減って、艦の重心が下がり、艦の傾斜は軽減された。ブラ台風をくぐり抜けた時、ケープエスペランスに残った、 航空機はわずかに7機だけであった。その後は1月を通じて、ウルシー干渉、グアムを拠点として活動し、ケープエスペランスは台湾、中国沿岸の日本軍基地を攻撃する第38任務部隊に新品の航空機を運搬した。ケープエスペランスは2月に西海岸に帰還し、新たな航空機を積み込むとグアムに向かう。これはその後何度も繰り返された。 太平洋西部への航空機運搬任務の最初であった。戦争が終了すると、ケープエスペランスはサンディエゴから真珠湾に向かい、1945年9月11日に航空機と機関兵を乗せてサンフランシスコに帰還する。ケープエスペランスは退役まで同様の巡航を行い、1946年8月22日に、 ワシントン州ブレマートンで予備役となる。ケープエスペランスは1950年8月5日に最終駅し、海上輸送司令部に配属、航空機輸送任務に従事する。続く9年間の間、太平洋の広範囲にわたって巡航を行い、朝鮮戦争に参加する航空機を日本へ輸送したり、エニウェト区干渉での核実験の支援。 対空軍向けの航空機をバンコクへ二度輸送したりした。1952年に香港へ向かい、中国人民解放軍による没収を逃れるため、国民党軍の航空機を輸送した。1955年6月12日に K-88 に艦首変更され、1956年にイタリア、フランス、ポルトガルから航空機を運搬し、 初の大西洋横断を行った。太平洋に帰還すると、1956年末には、パキスタンへ航空機を運搬した。その後も、極東での活動を継続し、アメリカ軍及び東南アジア条約機構軍の支援を行い、8回の太平洋横断を行った。ケープエスペランスは1959年1月15日に退役し、 1959年5月14日に日本の解体業者に32万ドルで売却。翌1960年に大阪にて解体された。ケープエスペランスは第二次世界大戦の先行で2つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。